ルグランジーさん。手配魔獣は全部片付けたぞ。おお、ご苦労じゃったな。どれ、では先に今回の報酬を渡しておくか。かなり凶暴だったらしいが、問題なく退治できたようじゃな。それなんだけど、ちょっと気になることがあってね。ん？気になることじゃと？ああ、実はな。ごきげんよう、ヤハトさん。おお、市長じゃないかね。教会に礼拝に行くのかね。いえ、マーケットの視察に行くつもりですの。礼拝はその後するつもりですわ。お嬢様、先日もそんなことをおっしゃいながら結局お行きになりませんでしたが。もうリラったらつまらないことを覚えてるわね。今日は絶対に寄りますわよ。ふわふわ、仕事も結構じゃが、日々の生活も大切にすることじゃ。あんたみたいに責任のある立場にいる人間ならば特にな。ええ、肝に銘じておきます。それでは私たちはこれで失礼いたしますわ。失礼します。お父上が亡くなった後、すぐに市長に立候補した時はどうなるかと思ったが、今ではすっかり一人前の市長の顔になったの。もう少し肩の力を抜いた方がいいとは思うが。なんじゃあれは。魔獣が怯えてたり、やたらと暴れておったか。なんとも気になる話だの。なんだか不気味よね。そういえばアガット、前にもボース地方で同じようなことがあったとか言ってたよね。そうなのか。ああ、まあな。じいさんがボースに来る前の話さ。あれ、ルグランじいさんって前からここにいるんじゃないの？わしがこの町に来たのは100日戦役が終わった後じゃよ。かつてリベールの遊撃士協会はグランセルにしかなくてな。各地方に支部が作られたのは戦争が終わってからなんじゃ。ちなみにわしは10年前まではオート支部の受付をしてたんじゃよ。そうだったんだ。その100日戦役の直前だ。魔獣の様子がやたらとおかしかったっていうのはな。え？なんじゃと？なんじゃ？何今の？外だ。確かめるぞ。こいつは竜か。はい、古代竜です。昔からリベールのどこかに生息していると伝えられていましたが。いやはやたまげたね。まさかこいつも結社の仕業か。ま、否定はすまい。
めえは特務部隊隊長ロランスベルガー少尉それはただの偽名だ。執行者ナンバー2検定レオンハルト、以後そう呼ぶといいだろう。検定レオンハルト。なるほど、レオンハルトか。するとレーベというのは君の愛称だったわけだね。なんですって。あなたがレーベ。いささか不本意だが、仲間内でそう呼ぶ者は多いな。まあお前たちも好きなように呼ぶがいい。舐めやがって。街を焼くつもり。やれやれって。待てやこら。今回の実験は少しばかり変則的でな。正直お前たちの手に負える事件ではない。王国軍にでも任せておとなしくしておくのだな。やろう、待ちやがれ。どうしよう、このままだと逃がしちゃう。俺はこれからあのデカブツを追跡する。お前らは軍が来るまで被害状況の確認をしてる。え、アガット。後でまた連絡する。アガットさん、ちょっと君たち、いいところにいてくれた。頼む、手を貸してくれ。瓦礫の下敷きになった人や逃げ遅れた人がいるんだ。何？アンデスって？ひどい。まずは役割分担を決めなくちゃ。シェラネ、クローゼとティータと一緒に逃げ遅れてる人たちを誘導して。ええ、分かったわ。姫様、ティータちゃん、西口の方に向かうわよ。はい、わかりました。ジンさん、オリビエ、私たちは瓦礫の撤去を手伝いましょう。おう了解だ。お願い、返事をしてちょうだい。ダメだ、僕たちだけの力じゃ。メイベル市長。君たちは。エステルさん来たわ。誰か下にいるのね。リラが私をかばってこの瓦礫の下に。このくらいだったら一人で持ち上げられるだろう。ちょいとそこから離れてくれ。頼みます。おお、生きてるぞ。リラ、オリビエ、リラさんを運ぶのを手伝って。任せておきたまえ。
とりあえずみんなご苦労じゃったの。ハーケンモンの王国軍部隊がすぐに駆けつけるそうじゃ。ボースマーケットの管理はそちらに任せるといいじゃろ。うん。でもまさかあんな化け物を持ち出してくるなんて。しかもあのロランス少尉が。執行者ナンバー2、検定レオンハルト、通称レーベか。とうとう正体が明らかになったということだね。グランセル城で会った時はこのような非道なことをする人には思えませんでしたが。ふん。あのルグランおじいさん、アガットさんからまだ連絡はありませんか？残念ながらの、あの鉄砲玉め一体何をしておるのじゃ。ひょっとして。こちら遊撃士協会ボス支部じゃが。おお、あんたか。一体どうしたんじゃ。なんじゃと。どうしたのかな。ただごとじゃない雰囲気ね。了解した。すぐに他の連中を送ろう。気をしっかりな。ラベンヌ村のライゼン村長からの連絡じゃ。先ほどあの竜がラベンヌ村を襲ったらしい。何ですって。竜は果樹園を焼き払ってからすぐに飛び去ったらしい。その直後アガットが現れて消火活動を手伝ったそうじゃが。わかった、私たちも行ってみるわ。お姉ちゃん私も連れて行って。空飛ぶ竜が相手だったら動力砲が役に立つと思うし、それに。うん、わかった。でも無茶をしたらダメだからね。応援よろしく。
視察を再開しようにもマーケットがあの状態ではな。予定を切り上げてオートに戻るべきかもしれん。避難先の各店舗への要請は一通り出し終わったわね。次は
マーケットの被害調査に修復工事の計画と資材の発注、それからラベンヌ村へ送る物資の準備も進めないと。メイベル、しっかりなさい。まだ仕事は山のようにあるのよ。市長である私が落ち込んでいたら町はどうなるの。やらなければなら今は落ち込ん。今は一刻も早くラベンヌ村に行かなくちゃ。西口から街道に出るわよ。Thank you.
おっと、ラベンヌ村はこの橋の手前を北ね。酔いしれたかな？村長さんを探してみましょう。竜とアガットさんの行方をご存知だと思います。うん、そうね。Thank you.
あれ、ミーシャってどこかで聞いたような。いけない、早く村長さんから話を聞かなくちゃ。おお、いつぞやの。ボス氏のギルドからわざわざ来てくれたんじゃな。うん、そうだけど、私のこと覚えててくれたんだ。うん、魔獣退治もしてくれたし、空賊事件のこともあったからな。忘れろという方が無理な話じゃよ。竜はどこに行ったの？それにアガットさんはどこに行っちゃったんですか？果樹園を焼き払ってから竜は北に飛び去っていった。その直後アガットが現れて消火を手伝ったんじゃが、火が消えた後いつの間にかいなくなってしまったんじゃよ。それって妹さんのところに行ってるだけなんじゃない？この村に住んでるんでしょ？そうか、アガットはそう言っておったか。先ほど確認したが、アガットはミーシャのそばにはおらなんだ。もちろんあやつの家にもな。そうなんだ。それじゃあやっぱりまた竜を。ちょっと待ってよ、ミーシャって確かさっき見かけた。どうしたのお姉ちゃん？なんでもないわ。とりあえずアガットの行方が先決だわ。王国地図によれば北の方には山道が続いているみたいだね。差し当たってお手伝いをすることはあるでしょうか？ああ、気を使わんでくれ。
なんとか火は消し止めたし、後片付けをしとるだけじゃ。それよりもどうかアガットのことを頼む。あの思い詰めた様子ではどんな無茶をしないとも限らん。わかったわ。みんな急いで北の山道を探してみましょう。気になるけど、今はアガットを追いかけないと。Sword!
扉が開いているってことは、ひょっとして…お姉ちゃん、この落ちてる鎖、ついさっき外されたみたい。やっぱり…アガット君の仕業だろう。どうやら中に入ったみたいだね。急いで追いかけないと…オッケー。まだしばらくの時が必要か。まったく面倒な仕事を押し付けてくれるものだな。何が面倒だと？お前は。その金色の剣、やはりあの時の赤い隊長か。ずいぶん久しぶりじゃねえか。ランク C、銃剣、アガット・クロスマン。いや、クーデター事件の後、B に昇格したそうだな。さすがは元情報部だ。あの時はネズミみたいにコソコソしてやったが、今回はまた随分と派手にやらかしたもんだぜ。
今度ばかりは逮捕だの悠長なことを言うつもりはねえ。その澄ました面ごと八つ裂きにしてやるよ。威勢のいいことだ。だがあの程度の被害、派手というほどではあるまい。10年前お前が見た光景に比べればな。この国の遊撃士の経歴は一通り調べさせてもらった。やはりお前はどこか俺と似ているようだ。似てるだと。何も知らねえ野郎が適当なことを抜かすな。腕の差が歴然なのは前の手合わせで分かっているはずだ。加えて竜の脅威もあるだろう。なのになぜあえて一人で挑む。賞賛なんざ知ったことか。てめえは気に食わねえ。ただそれだけなんだよ。やれやれ、その程度か。これでは竜を使うまでもない。何？似たところもあるが、俺とお前は決定的に違っている。それは剣を振るうわけだ。なんだと。俺が剣を振るうのは人を捨て修羅となるがため。しかしお前は己の空虚を満たすがために振るっている。重き撤回を振るうことで悲しき空虚を劇場で満たす。怒りで心を震わす間は悲しさから逃れられるからだ。だがそれは欺瞞に過ぎない。やめろ。そして欺瞞を持つ者が前に進むことはありえない。断りに至ることは愚か、修羅に落ちることもない。今のままではお前はどこまでも半端なだけだ。黙りやがれ。あ、アガットさんの声。この響き方だと露天掘りの場所みたいね。とにかく急ぎましょう。時は壊れてた気がするんだけど、もしかしたら王国軍が修復したのかもしれません。なるほど。
Thank you.